大見元氏とは、中世に大見国に土着し本拠とした、源氏の流れを組む一族の故障。一家の数流がある。最も著名な佐々木氏一族については、佐々木元氏などとも呼ばれる。鎌倉三大将軍源、佐根友の死後に、石家出身の将軍を迎えた幕府は、執権の北条義時が勢力を伸ばし全国の武士の、統領として、天下に君臨するようになった。 そうして、上級3年5月15日、上皇は全国の武士に、北条義時追悼の院前を下した。阿波国では、佐々木常鷹の着難で守護代の佐々木隆主家が、阿波兵600人を率いて、無矢の港から、父の率いていた阿波地国の1 7 0余の兵と合流し上京した。上皇の期待に反して、兵は思うように集まらず、有力な守護たちは、 幕府が会えついてしまった。圧倒的な鎌倉の大軍を支えることができず、それぞれの国元へ逃げ帰った。この戦いで、阿波の佐々木常鷹と高重の不死は討ち死にして果て、六百余の兵もほとんど阿波へ帰らなかったという。これが上級の乱である。阿波国に対しては、幕府は佐々木氏に代わって小笠原町清を阿波神に任じた。町清は、 阿波へ入ると、佐々木氏の居城であった明財軍の鳥坂城を攻めた。ほとんど兵のいない鳥坂城は炎上し、留守を守っていた常高の次男高賢は、一族や老神らと城を捨てて、明財軍の山中ろの村へ逃げた。しかし、小笠原氏は高賢の生存を許さなかったため、高賢は一族と家臣たちが百姓となって、この地に住むことを条件に、 自ら弓を折り、腹を切って自害した。現在、神山町小路の地区にある弓折りの地名は、後賢が弓を折って自害したところで、同地区に多い佐々木姓は、かつての合わしご職、大見源氏佐々木常高の光栄たちであると言われる。ありがとうございます。